かつて人間は海に青春をかけた。七つの海にはロマンと野心、冒険心と光明心が炎と燃えて激突していた。そして今、西暦2200年の若者は宇宙の海へ挑む。そこには我々の想像を超えた世界が待ち受けているのだ。ガルベストン艦隊の誇る戦闘機体有志の3人か。いくら模擬空中戦といえど手ぬるい。おお、探査活動を始めてから戦闘技術が鈍っておる。早く自己機を収容しろ。ガルベストンの戦闘機は一機、惑星に向かっています。何？ガルベストの戦闘機が一機、その星に向かってるそうだ。何？あれだわ。よし、行けよ。他の者はラガーガードに知らせてくれ。あそこだわ。生きているのか？ウォルター、パティ、急いで奴の戦闘機の消火を頼む。わかった。はい、戦闘でもあったのかしら、それとも脱走して。しかし敵である俺たちのところに不時着するなんて不運なやつだ。何言ってんのよウォルター、ここへ来たのは幸運じゃないの。優しい人たちばっかりで。あ、そうか。ドレイク隊長からの報告が入りました。目下地球の動きは全く停止しています。宇宙要塞の攻撃が効いたようだな。探査隊の方は例の惑星から動いた様子はありません。よし、
今のままグラモンに監視させておけ。はっ。司令。なんだバラタリア。ケレス司令、グラモン艦隊が戦闘訓練をしています。なぜあのように無駄なことを。地球が出てこないとすれば、この際一気にあの探査隊を潰してしまう絶好のチャンスではありませんか。バラタリア、無駄に戦う必要はない。彼らがあの惑星から動かなければ、それだけ我々の探査がしやすくなるのだ。それでいいではないか。しえ。第一、あの惑星は利用価値のないものだ。放っておけ。しかし軽傷で済んでよかった。ええ。ここは。いや、気がついたようだな。心配しなくてもいい。我々は君に危害を加えるようなことはしない。私は地球探査隊のキャプテン伊勢だ。君の名は、君の所属する部隊は。ガルベストングラモン艦隊所属シムです。シム、よし、事情を聞かせてくれ。君は脱走でもしてきたのか。脱走？とんでもありません。じゃあ何があったんだ。あの機体の傷はただごとじゃない。戦争でもあったのか。シム、君もガルベストン兵士としての誇りがあったらはっきり答えたまえ。伊勢君、彼は病人なんだぞ。それに我々地球人と初めて接触するんだ。彼の気持ちも考えてやらんと。訓練中に事故を起こしたんです。接触事故か。昔俺にもそんなことがあったよ。今思い出しても冷や汗が出る。教官にえらく怒られてな。俺たちは一週間の謹慎処分を受けた。私は仲間の戦闘機を爆破してしまったんだ。そんな処分では済まない。ま、そう深刻に考えるな。ところでシム、君にぜひ聞きたいことがある。さあコーヒーだ。遠慮するな。我々はガルベストンと敵対するつもりは全くないんだ。だが不幸にも出会うと戦ってしまう。これはお互いに不幸じゃないか。シム、教えてくれ。ガルベストン帝国はどこにある。ガルベストンが分かったら話をしに行きたいんだ。お互いに手を組んで銀河の探査をしたいんだ。知らない。いや、分からない。自分の国がか。祖国を出てからあっちこっちを転戦してきたので、一体どっちに自分の星があるのか。あなたも今ここで地球はどこだと聞かれて分かるのですか。シムの言うことも一理あるぞ。確かに我々でもこの銀河宇宙の中、どっちの方向に地球があるんだと聞かれても答えられるやつはそういないよ。まして正確な距離など。伊勢、これはお前の負けだ。そうですね。これは質問の仕方が悪かったようですね。伊勢、俺はこれからどうなる。殺されるのか。おいおい、殺すなんて人聞きの悪いこと言うなよ。一緒に飯でも食おうと思ってるんだぜ。我々が迎える初めてのガルベストン人だからな。歓迎しなくちゃ。ねえ、あの人よ。どういうことになるのかしら。捕虜としてここで暮らすのかしら。それとも地球へ送られて。あんねろ。いつもさん、落ち着いて。話せったら。みんな、何とも思わねえのか。今まで俺たちの仲間はガルベストンのために何人犠牲になった。話せよパティ。そんなことを言ったって、彼だって一兵士に過ぎないんじゃないの。ラモン隊長、シムの戦闘機は依然行方が知れません。ここまで探していないとすれば、戦闘機の航続可能距離から考えても行き先は一つしかない。例の惑星だ。
まさか地球探査隊のところへ。間違いない。そうでなければ奴の機体の残骸ぐらい発見できるはずだ。それはまずいです。もしガルベストについて何か喋られてしまったら。いや、もう喋っている。このままにはしておけん。兵士の士気にも関わる。見せしめだ。奴を殺す。やめて。参戦。どういうつもりですか。支援艦隊が送られた様子もないし、一食でも食料は大切なんじゃありませんか。こんな奴のためにどうして俺たちの大事な、俺たちの仲間はこいつが撃った弾で死んだかもしれないんだ。水野、お前は自分たちのことばかり考えているが、お前だってシムの仲間を殺してるかもしれないんだ。それに出雲、よく考えてみろ。彼が命令を下して戦ってきたんじゃないぞ。俺たちは同じ仲間じゃないか。お互いにガルベストンや地球の命令を受けて銀河探査をしているだけだ。私のために何をするんだ。貴様の命はこんなもので死ねるほど安っぽいのか。シム、イズモ、お前も危うく人殺しをするところだったんだぞ。シム、気の毒なことをした。許してくれ。あいつちょっと気が短くてな。これからどういうことになるかわからないが、仲良くしよう。俺たちはお互い一兵士じゃないか。俺はアキ・マナブ。俺はウォルター・ジャックだ。私はミランダ・キーツ。君は我々とガルベストン人を結びつけてくれる幸福の使者だ。艦長。うん。地球へ連絡を取りましたが、まだ宇宙要塞の奇襲攻撃で混乱していて、まともに話ができる状態ではありません。結局こっちの判断に任せるということか。どうする伊勢、私はガルベストへ返してやった方がいいと。そうすればきっと彼が我々の気持ちを伝えてくれるだろう。ああ、そうか。賛成してくれると思ったぞ。実はな、すでに彼の戦闘機を修理するように言ってあるんだ。よかった。艦長、ありがとうございます。おいおい、かしこまるなよ。艦長、ガルベストン機を修理に行った整備員が修理を拒否しています。ん？なんだと？あ？気持ちはわからんでもないが。これまでの戦いですっかりしこりができてしまっているんです。私が行ってきましょう。あ、頼む伊勢。ガルベストン帝国との接触を持つ唯一のチャンスだから大事にしたいんだ。はい。いや、そうせかすなよ。まあ、お前なさけないな。自分でこのゲームを教えておいて全く一回もできないんだよ。いや、それしても困ってる。どれどれ、俺が見てやるよ。ほら。うるせえんだよ、お前は。俺には俺の考えがあるんだから。ネタな考え、休みにいたりってね。まあ、いいから早く捨てなさいよ。そうよ。ほら、シムはもう痺れを切らしてるわ。ね。さあ、みんなで俺をコケにしやがってよ。こんなら意地でも勝ってやるぜ。マッチトレイグ。これをこう切って、ああやってと、これを。ああ、そうだ、わかった、これだ。アキ、イズモ、俺の星のことを許してくれ。さあ、仲直りだ。イズモ、どうした、受けてやれよ。男だろ、早く。そうよ、イズモさん、早く。どうしたどうした。やったー。イズモ、分かってくれてありがとう。俺の方こそ。
ラガーチーム、みんながお前たちのようならいいんだが。キャプテン、彼はどうなるんでしょうか。ガルベストンに返すことにしたよ。それが一番いいことだ。そうですか。ところが整備員が戦闘機の修理を拒んでな。何ですって。せっかく交流するきっかけができたってのに。キャプテン、彼らが拒否するなら我々に任せてください。いや、シム一人が理解できなくてガルベストンが説得できるわけがありませんよね。みんな聞いてくれ。シムの戦闘機を俺たちの手で修理しようじゃないか。あまり長く言うと帰りにくくなるからな。よし、すぐやろう。よし。誰らがやるつもりか。ラガーチームなんかにできっこないぜ。うまくいかねえな。焦るな、イズモ。クイック&ステディだ。あ、こいつ俺のお株取れやがって。このああ、大丈夫か、パティ。大丈夫かはないでしょ。あなたの言う通りにやったらこの結果なんだから。おかしいな。俺のマシンならこれでいいはずなのにな。ちょっと、イズさん、それじゃあなた何にも分かんないで、この私に。キャラ修理してるんじゃなくて壊してるんだわ。何よ、笑ってないでさっさと手伝ってやったらどうなの。キリガス、人のことはいいから自分の持ち物しっかりやれ。ごめんなさい、キーツ。でも私これでも一生懸命やってるの。いいから電圧を早く元に戻すんだ。キーツ、そうカリカリするな。しょうがねえ。けどゲームだ。何をするんだ。もたもたしてて見てられねえんだよ。こういうものは専門家に任せるんだよ。シム、君が来たおかげで我々の気持ちが一つにまとまっていくよ。艦長、ガルベストン艦隊です。シムを迎えに来たんだ。ガルベストンが更新を求めています。チャンネルをオープンしろ。はじめまして、地球探査隊の諸君。早速だが、我々の兵士シムを返してもらいたい。さもなければ我々に覚悟がある。今彼のために戦闘機の修理を行っている。それが済んだら彼は帰る。しかし彼は事故のことで心を痛めている。ぜひ寛容の心で受け入れてほしい。諸君の配慮に感謝する。これが地球とガルベストンの架け橋となることを我々は願っている。ぜひ司令官へお伝えいただきたい。わかった。うまいことを言いよって、あんな甘い言葉に乗せられる俺だと思っているのか。シムを殺せ。奴はもう彼らにとっても必要のない男になったに違いない。よし、噴射口は完全だ。エンジンはOKだ。よし、さあ完成だ。どこまでだって飛んでいけるぜ。すまない、これでどうやら間に合ったようだ。みんなありがとう。ありがとう、出雲。俺たちは永遠に友達だ。もう二度と君たちと戦いたくない。きっと君たちのことを伝える。死ぬ、迎えが来たぞ。みんな、さよなら。シム、行くな。シム、何をしている。奴を撃ち落とせ。おじけづいたのか。奴はもう我らガルベストン帝国には不要の人間なのだ。何をしている。撃て、撃つんだ。
雨漏は片付いた。引き上げる。ガードに来い。俺たちと一緒に銀河を探査しようじゃないか。何かいいんだ、いつも。シム、やめろ。俺たちと一緒に地球へ。うわぁ！殺さなくちゃいけないんだ。ガルベストンめ、どうして仲間まで殺さなきゃいけないんだ。シムに俺たちの夢を託したのに、またやり直しか。のわずかに残された樹林にグロイツは少年の日々を懐かしむ。飛行艦隊ダイラガー15、宇宙の樹海伝説、お楽しみに。